どうもこんにちは、ゆうこです。今日のテーマは体型の悩みは速攻シルエットで解決。前回アラフィフの体型のお悩みをカラー、デザイン、小物使い、この3つで解決しちゃう方法を配信しましたが、今回は最も効果的な方法、シルエットでメリットあり、メリハリをつけちゃう方法をご紹介します。それはこんな感じで、アルファベットの XAIY の形をイメージして、アルファベットの X アルファベットの XAIY の形をイメージしてシルエットを作る方法なんです。まず X ラインシャキーン。 X ラインはウエストをキュッとマークして、女性らしいメリハリを強調したシルエットになります。こんな感じでフレアスカートやワイドパンツにウエストをインするだけで簡単に X ラインを作ることができます。例えばワンピースならこんな感じでウエストをキュッと絞ってスカートが広がるライン、肩がねあんまりいない方なんかにパワーショルダーで上半身にボリュームを出してあげて、ウエストはちょっと高めの位置でキュッと絞ってあげて、長めのロング丈のフレアスカートにしてあげると綺麗な X ラインを作ることができます。X ラインは上半身とか腰回りにボリュームがある方がウエストをマークすることで細見えする、とっても便利なシルエットなんです。次は A ライン。 A ラインは上がコンパクトで下に向かってボリュームがあるシルエットです。こんな感じでトップスはコンパクトにまとめて、ボトムスはこれねスカート付きのパンツなんですけど、とにかくボトムスにしっかりボリュームを出してあげることが大事です。私ね、この春このグリーンに本当にハマってまして、これ政治色っていうんですか、本当ねやたらこの色ばっかり着てますけど、こんな感じでもうねかなりこれゆったりしてますけど、下にズドーンとねボリュームがいく感じが A ラインの特徴です。 A ラインは上半身が割と華奢で下半身のボリュームをカバーしたい方におすすめのシルエットです。そして次は縦の長さを強調したアイライン。このシュッとしたアイラインは全身をほっそりとスタイリッシュに見せることができます。こんな風に首の開いたキャミソールにウエスト周りがゆったりしたテーパードパンツで、まずセットアップで縦のラインを強調したら、ロングカーディガンを羽織ってあげてよりアイのラインを強調します。今年トレンドに再浮上したサロペットなんかはすごくアイラインを作りやすいアイテムです。前回膨張色を着るテクニックとしてご紹介したこのアイライン、これワントーンで揃えることでより縦の長さを強調してくれるんです。アイラインはちょっとね寸胴でお悩みの方とか、あと背を高く見せたい方なんかにとってもおすすめのシルエットです。で、上半身とね下半身の気になる方をすっきりしたデザインにしてあげると、よりアイラインのこうスタイリッシュなシルエットが引き立ちます。そして最後はY のライン。 Y ラインは A ラインとは逆にトップスにボリュームがあってボトムスがタイトなシルエットになります。こんな感じでトップスにボリュームを持たせたら、ボトムスはすっきりタイトにしてあげるとシルエットにメリハリが出ます。こちらのセットアップはゆったりとしたトップスが細見えの Y ラインを作ってくれるだけじゃなくって、この深めの V ネックとドロップショルダーでもう細見え効果抜群のデザインなんです。ちなみにこの細見え効果のデザインについては前回配信した動画の中でご紹介しているので、まだご覧になってないという方は合わせてご覧になっていただくとより分かりやすいと思います。 Y ラインは下半身に対して上半身、胸とかねお腹にボリュームがある方におすすめのシルエットです。今日は細見え効果のある基本のシルエット XAIY についてご紹介しました。ぜひねご自分の体型に合わせてメリハリシルエット活用してみてください。今日も最後まで見てくださって、見てくれたありがとうございました。次回は体型の悩み速攻、
小技で解決やってみたいと思います。お楽しみに。